はいはいはい、あれが天皇陛下のな、うん、SP をやったことあるらしいよ。うん、岡山に来た時な。あ、そう。ボランティアでいいかなんか、まあどういう、SP いうかその警護を、うん、その少林寺が下請けしていいんかどうか法的にな、わ、うん、からんのんだけど、なんかそのお達しがあってちょっと。わしは別に天皇陛下とかそんな特別崇拝しとるわけじゃねえけど、どうでもいいんだけど、まあ組織の一員として行ったんじゃないですか。昭和天皇や。岡山来たことあるんだね。あるらしいな。全然知らんけどね。いやでもわしもな、わしはそういう SP とか全然ねえんだけど、うんうん、SP に止められる方なんじゃ。何言うかな。橋本龍太郎総理がな、岡山県の人ですもんね、うん、岡山帰ってくる時あったんだ、うんうん、その時にな、うんうん、橋本龍太郎さんがもうじきこの道を通るけど、ちょっと止まってくれんかいって警察に20分くらい止められたことがある。そんなに、うん、選挙じゃねえけど、帰ってくる時、遊びにな、遊びに言うからな、田舎に里帰り。36。なんか国葬に反対が 60% おるのが確からしいんだけど、いろんな新聞での賛成は 30% でやってる、 29% でやってるんだけど、おいでっけ。まあイギリスの場合、ボランティアにかなり挨拶しようたらしいよ、あのキャサリン王妃とかな。へぇー、キャサリンって誰でしたっけ。キャシーはあのウィリアムじゃね、ヘンリーとかの、あ、ヘンリー、あの孫のウィリアムの嫁さん、あ、うん、ヘンリーの嫁さんはメーガンかな。辞めた人か。辞めたんか辞めてねんか分からんのんだけど、まあ、一応親戚は親戚だけどな。王家のあれは辞めたわけですよね。まあ、ちょっと葬式の時の格好もちょっと違っちゃったらしいが、他の。あ、言ってましたね。寒いよな、ちょっとな。イギリスのな、まあ、またイギリス話で、イギリス行ってたことあるわ、私も、うん、あの息子さんも行ったか、今年な、うん、で、イギリスのな、ラジオ番組でな、ジャイルズ・ピーターソンいうな、うん、DJ がおるんじゃ、うん、でな、うん、ちょっとダンスができるようなジャズばっかかける人なんや。あしが作曲してみたんじゃ、はい、ちょっと聞いてみてくれる、うんうん、曲なすごい。いつ作ったんですか、昨日おととい。だからもうラジオ聴きながらな、片っぽヘッドホンでな、で、まあ誰が聴いても綺麗なメロディーとは言い難いよな。綺麗な
綺麗なメロ、綺麗なメロディーではないけど不思議なメロディーではあるかな。だからどっちか言ったら催眠術にかけられるようなそういうのを目指したんじゃ。あー、なるほど。あの企業の人が催眠術にかかっとるようなっていうか、バーッとこう、まあ、今の世界になんかスーッと入っていくようなやつかな。特別なんかものすげえ綺麗なメロディーじゃないの。心が洗われるような美しさはないし、かといってドス黒くもないんだけど、ちょっとダークファンタジーいうか、そういう小説とか映画は見んのんだけど、まあダークファンタジー的なのいうか、まあどうかな、まあ現実の世界でもなんかちょっと裏の、誰だったかな、大林信彦か忘れたんだけど、なんかあの秋吉久美子が出とって、片岡鶴太郎がお父さんで、秋吉久美子とがお母さんで、片岡鶴太郎がお父さんで、で風間森生が息子なんよ。大人なんだけど、もう3人とも大人な、同じ世代なんだよ。やろう、あの片岡鶴太郎と秋吉久美子と風間森生が息子なんだけど、息子が大人になってもお父さんお母死んだお父さんお母さんに会いに行くような、なんかそういう映画があったよ昔。なんかな、奥さんを寝取られた男が、ね、寝取られた友達に 寝取られるの。そいて、まあちょっとメンタル やられて、で死んだお父さんお母さんとかに毎晩飯食いに行くような。だけどそれを気がついた友達が助けるような。飯を食いに行きようんじゃなくて、墓場へ毎晩毎晩寝、ね、転がりに行きようったいう映画な、うん、そういう映画があったよ。だけどそういう そこまで言っちゃ、 それだけ言うたらものすごい濃い映画のようなの、濃い映画なんだけど、ちょっと懐かしさもあったりとか、なんか面白い、なんかちょっとな、まあ、そういうのとかダークファンタジーか、そのゲあの変な動物とか出てこうなんじゃけど、なんかそういう世界かな、よな、よりも奇妙な物語とかな、ジャズっぽい和音は使っとるんだけど、なんか1年半ぶりぐらいに聞いたんかな、そのジャイルズのラジオな。いろいろ試行錯誤して、最近はこんなことするんじゃないのが分かったから、それに対抗するような曲を作ってみようか言ってな、やってみたんだけど、でもこういうダークな方向にとって、ジャイルズはわしより3つか4つ上ないよな。ね、忘れたけど5つぐらい、5つも上かもしれん、分からんんだけど、わしがイギリスから帰る頃に有名になり始めたから、わしがイギリス帰る頃18年じゃ、だけどその頃有名になったらいうか20は超えとったと思う。まあフランス系、フレンチというブリティッシュの中間の DJ いうて、あとバズフェジャズいうの、まあ、BBC で番組持ったのはジャイルズ。ジャイルズにわしレコード送ったよ、かけてくれ言って、じゃあかけんの、あいつあいつなんかもわしにものすごい対抗意識があるからなんか知らんなんかかけてやるもんかいって、なんかやつかけるかいうような、なんか対抗、ものすごい 対抗意識があるあいつの中で、丁寧な口調でな、お願いがあるんですけど、かけてくれたらありがたいですみたいなことを文章で書いてるんだけど、高飛車なやつだじゃけん、もうあいつのやれることに対抗するようなことそうなんですよ、うん、DJ やな、うん、フランス人で、イギリス人とフランス人のハーフで言うから、味覚とかどんなんじゃろうとか思うことがある。あのボリスって前の首相がボリス・ジョンソン、あれもお父さんはフランス国籍取って、だけど、うん、ボリスの親父はフランス人なんだ。
ボリスはそれでアイツイギリス生まれじゃねえか。ボリスって前の首相な。ニューヨーク生まれだな、うん。ニューヨークシティの出身で。で何？保守派のパリピであったな。パリピ。うん、保守派のパリピなやつ。いや、ほんまにパーティーでな失敗したからな。あ、そうなんですか。あ、知らんの？知らん。あのな、コロナで自粛せねえいけんパーティーをやって、で品種買って自粛に追い込まれた。寝癖のついたあれか。はいはいはい、ちょっとこうちょっと丸顔の。保守派のパリピ野郎で、あいつちょっとようわからんやつ。あいつが首相の時ようわからんから。あ、若い女の師匠言ったらフィンランドの師匠よ。このダンス師匠だよ。ああ、よく知ってる。あの子は可愛いだな。綺麗ですよ。綺麗だしな。わし、あの子があんまり、あの子がな、叩かれる意味がよくわからんかったけどな、最初の頃。まあ、みんな弁護するために頑張ったけどな、あの後な。あの子はそんなに叩かれることはねえ思うけどね。あと、ニュージーランドの首相は40ぐらいなのかな。でもあれも別品なんだよ。ニュージーランドの女首相はな。あ、そういうの言われるのか。うん。それだけ、まあいいんだけど。それで、土曜日にそれを聴、それ曲を作って、この曲を作って、大体な。うんうん。まあ仕上げは日曜日にしたんだけど。日曜日の朝 目覚めると直前に見た夢がキムヨジョンさんの夢。キムヨジョンって分かる？言うとったやつですか？タイプじゃ言うとった人。え？ああ、そうそう。タイプの女の子ね。タイプの女の子言うて、まあ、お姫様じゃ、あの北朝鮮のような。夢を久々に見たな思うたんよ。で、まあ、好きなタイプだからな。ね、言われましたね。いろいろリサーチしてみたの。キムヨジョンに似てる芸能人とかな。そしたらやっぱこの前話したな、隅田さん、あのアジアの。あー、似てる。あの人とキムヨジョンも似とる。なんか好きだよ、やってましたもんね。似とる？似てる。あ、ほんま。わしはまた別のジャンルに分けようから、分けるから思えたんだけど、似とる言われたら似とるんかな思った。カテゴリーとしては似とるかな。同じ系列やな。付き合ったことはねえけど、どんな人かわからんから、まあその性格までは分からんけど、うんうんうん、あ、でも隅田さんは意外と子供好きでな、うん、ええ人見てね、やっぱ好き。子供ってわがままなから基本的に、うん、あれが好きな言うたらよっぽど性格悪いね人なんかな思う。あ、まあ、子供好きじゃなさそうですね。いや、でもわしな最初の頃あの人穏健派だったね。今みたいにな、きついこと言う立場の人じゃねえかった。そうなんですね。トランプ大統領と調印式があったことがあったんだけど、ベトナムかどっか、ベトナムだったからどこだったっけ、はまだ穏健派だった、どっちかみたいな。意見を言う方だった、強硬派に対しては。だけど、だんだん言えんようになった経緯があるんじゃねえかとわしは思うとんだけど、でもよそ様の国のことにもあんまり言うたらわしの命が危ねえ思ってな。そう、難しそうです。わしがなんか、あのねえ、ミサイル撃ってましたら精神病院に拉致されるんでもだいぶつれえのにな。違うとこ、ね、ミサイル撃ってきた。そうそう、それでその日の朝に撃ってきて、ミサイルちょうど撃っとった。ね、撃ってました。実は今日誕生日らしいね、ヨソさん。あの、その妹さん。妹さん。マネーよりゴールド。そうですね。そうですよね。マネーよりはゴールドの方がいいかもしれない。ゴールドがつく。スティービーワールドでゴールデンレディーとかいうのがあるわ、ね。あのな、わしが好きな映画でな、ゴールドダストシスターという、ラファティアンとゴールドダストシスターというな、英語タイトルはそれな。日本語タイトルはブルージンジャーニーという映画なんだけど、ゴールドダストといったら砂金のことよ。あ、で、金って砂金からと作るが、うんうんうん、で、小川行くか渓流でな、金が取れるかどうか知らんけど、まあ、砂金、ゴールドダストとかどうかな思う。ゴールドダストシスターとかね。あ、でもそういう曲はあるよな、カントリーかなんかでな、ブルースかな、ロックでな。
コラみたいな系な。ええんかな、ほんなら使わん方がいいかな。ゴールドダストじゃねえ方がいいかな。他にもゴールドがつくので、ええのが考えつきゃええんかな。これユージョルさんにプレゼントする気とか言われたら、まあそれはちょっとかなり世の金、金がつく人のな、金とかな、金田さんとか金本さんとかもおるが、そこら辺の全員の金がつく人のなに送る曲でもええんかな思ったりしてな。あ金谷さんとかな。ゴールド、そうだな。作品ではないかもな、この曲はな。この人のルックスは好きなんよ。ルックスは好きだけど、実際会ってみてどういう人かは分からんわ。全然関係ないけど、懐かしいこの、写真集が出てきて、写真集か。誰？この人分かる。あ、友坂理恵だ。ああ。なんかだいぶ前のでしょ、まだ若いじゃないですか、10代でしょ、それ。この子、わしより遠くりは分けよ。遠か、20分けんかな、忘れた。いや、でもね。この人は、10月12日か、もうじきだよ、この人はな。今何座？天秤座？乙女座の次天秤座かな。乙女座の次？天秤座かな。知らない。好きだったんですか？いや、この人の顔、まだ顔ないんだけど、うん、私この人のドラマ見たことねえよ。金田一、金田一少年の事件簿とか有名らしいが、いや見たこと、見た試しがねえ。本当？若者の長文が嫌いなの、この前話したから、句読点とか、うん、わしにとってドラマってそれな、ものすげえ長い時間に感じるし、ものすげえノルマなような気がして、逆に、そういう意味ではドラマに関してはわしすげえ若者みたいな気質があるよ。この長文、おじさん長文が嫌いというのと同じ意識で、あのテレビドラマを毎週決まった時間に見るのが嫌いな。もうこれ朝ドラ見るのやめよう思ったもんな。もうこれあのどういう地獄じゃ思ったもんな。あ、もうこんなノルマ見るのダメとか思ってね。だけどドラマ嫌いなんよ。1話完結ぐらいのがいいよ。全部ヒッチコックショーとかな。まあだけど、まあそういうのがいいんだけど、最初にチューした女の子に言うようにと。そんな若い時にチューしたの？そんな若い時に。多分あの子がな、大人になってな、コンクレの年の時こんな感じだったと思う。そうだな。有吉弘行がな、ラジオ番組で、あの、お笑いタレント、ラジオ番組で友坂理恵の悪口バイオーザーな。あ、そうなんですか、昔ゾーリ顔じゃ言ったりするからな。あー、ゾーリ顔じゃねえけど、ちょっとな、この子な、うん、なんでか出てきて、まあ気が多い。ちゃんとでも撮っとんですね、きちっと。昔もうあのボロボロになってるけど、うん、あのもう一個な、ちゃんとしたな、うん、あのハードカバーの写真集ももう一個持ってる。このは上等なんけど、うん、でも物持ちもいいな。まあな、ってある機関車トーマスが出てきた。そうね、びっくりするあれ。すごいすごい、あんなのなかなか撮っとけれんですけどね。50